前で1でかかと曲か1でかかと上げる、かかと上げとらん、かかと上げる、つま先で立ってことよ。で2でしゃがむ、2でしゃがむ、あ、最後終わったってこと？ドンに3周、それが4回で、ドンって言ってからその体勢が難しい。なるほど。どう難しいですか？なんか左手がなんか重い。分かった。これはちょっと正式なやつではない。まだ来てない正式なやつは。せーの。でそれが面がね、面が逆で、せーの。みんなのこっち、先生鏡になっとるけんね。違う違う、ここの結び目の根元、そう、結び目の根元を表情作って、少しここに穴があるような、ここにくるり、みんなそれを着てどうですか？暑い。でもあったかい。すごい硬いこれ。他も着たことある。赤がすげえ。すげえ。よし、全部初めて。白米ものは前の日もはい、気をつけしといて。始めるよ。はい、構え、1、2、3、前向いとる、前、タップもそう沖縄人太鼓の練習は楽しいですか？はい。どんなところが楽しいですか？リズムを合わせるところです。上手に打てたら嬉しいからです。みんなでリズムを合わせたりするところが楽しいからです。太鼓を叩くところです。お客さんが見ていて頑張れるからです。沖縄人太鼓の練習をどのような思いを込めてしていますか？次の人に伝統を受け継いでいくように頑張っています。2年生のお手本となるように練習をして頑張っています。伝統を受け継ぐから次の人にも頑張ってほしいと思うから力を込めてやっています。伝統を受け継げるように頑張っています。伝統を受け継ぐために前の人にも頑張ってやりたいからです。